ハインリッヒ・シュミット裁判中のシュミット。検察側証人である元収容者によって彼が収容所付け医師であったことを確認されているエルンスト・ハインリッヒ・シュミットはドイツの医師、軍人。ナチスドイツの時代、親英隊の軍医として収容所付け医師などを務めた。SS 隊員としての最終階級は、親英帯隊隊員。1912年、アルテンブルクにて生を受ける。 1937年、ライプツィヒ大学にて、医学博士号を取得。国家社会主義ドイツ労働者等の党員であり、党員番号は555,294、SS 隊員番号は23,069だった。第二次世界大戦勃発後、武装新衛隊の野戦病院に派遣された。1941年、ブーヘンバルト強制収容所の収容所付け医師に、 任命。1942年6月、マイダネク強制収容所に移る。1943年10月、グロースローゼン強制収容所の主任収容所付け医師に任命。1944年9月、ダッハウ強制収容所に移る。1945年3月から1945年4月、初頭まで、ミッテルドーラ強制収容所の外部収容所である。 ボールック兵舎強制収容所で収容所付け医師として勤務。その後、ミッテルドーラ強制収容所の撤退の一環として、シュミットは4月8日あるいは9日にベルゲンベルゼン強制収容所に移動し、4月14日にイギリス軍の捕虜となった。10月25日のベルゲンベルゼン裁判では、アルフレート・クルツケと共に証言を行った。当時、シュミットは、新中軍が、 ベルゲンベルゼン強制収容所跡地に設置した避難民収容所で主任医師を務めていた。その後逮捕され、1947年8月7日から1947年12月30日のダッフハウ裁判の一環として行われたダッフハウドーラ裁判に適訴を受ける者の,の無罪判決を受けている。1975年11月26日、再び逮捕され、 第三次マイダネク裁判にて、ガス室に誰を送るのかを選びうる立場にあったとして、少なくとも8人の収容者の殺害について、デュッセルドルフ地方裁判所から起訴を受けた。しかし、結局は、証拠が不十分であることから、ポーランドにて、殺人犯として指名手配されていたにもかかわらず、シュミットは1979年3月20日に、再び無罪判決を受け、 4月19日に釈放された。1985年の時点では、ユッツに暮らしていたと伝えられている。A.B. アウサゲハインリキシュミット A.M.25 オクトバー1945イムベル・ケンベルソンプロトセス VGL エルンストクレイダスパーシネンリグシコンツームドリテンライヒウェアワウワズフォアウントナウハ1945フランクフルト2007 S545VGL ロバートジーゲルインインテレッセでアグレッシティシュキットダイドクワークリングスバーブレチャープローゼス194548フランクフルト 1992S102VGL ナハフレイスプラッチフラクトインダズライターシマートゥムウルトイムデュッセルドーファーマイドネックプロトセスインハンバーガーベンドブラッド アウスガーブ92ホム20、エイプリル1979、S2VGL、エルンストクレー、アウシュビツ、ダイエ,ヌエス、メジジン・ウント・イーレ・ウォープファー、フランクフルト、1997、S57。ありがとうございます。